ベンジみたいな。お疲れ様です。いつから片岡っていうか富山に？小学5年生になる時に引っ越してきて、それから族になるまで、7年間ぐらいいました。小学まではどこに行ったんですか？横浜に住んでました、おじいちゃんの実家、母屋が、あって富山県に、それを継ぐ人がいないから、お父さんが継ぐみたいな。でもその家が地震でもう解体しないといけなくなっちゃって、新しい家を建てて、家族はそこに住んでたから、そっちの家は大丈夫なんですけど、それ以前もそのおじいちゃんとかが住んでたから富山に寄ってるみたいな。いや、おじいちゃんの実家ではあると思うけど、おじいちゃんとかは普通にみんな横浜とか東京に、親戚ほぼみんな関東に住んでるから、なんかあんまり富山には行ってなかったと思います。 2,3 回ぐらいしか記憶にはないです。それもこの前アイドル&リードって雑誌で取材してくださって、そこで富山の嫌いみたいな、富山が嫌いみたいな話をめっちゃしたから、ちょっと乗りました、ね、乗りました、ちゃんとなんか監獄とか言って、監獄でしたとか言っちゃって、ここにいっちゃんが写真撮ってた、こんな感じで写真撮ってました。今まで普段ライブないっすよね。石川とか金沢とかでしてるイメージあります。富山あんまなかったと思います。なんか謎のこだわり、でなんか17歳になるまで聖子ちゃんに会いたくなくて、だからなんか、あ、金沢でライブやるんだって見てもなんか行かなかったです。17歳になってから金沢の聖子ちゃんのソロのライブとか、あの輝きフェスっていうフェスを見に行ったりとかはしたんですけど、二次審査の3日前に金沢の輝きフェスにメタミューズが出てて、その時の特典会で聖子ちゃんとチェキ取って、これなんです、これ取ったんですよ。そう、それでその時になんか夢ができて、今それに向かって頑張ってまするんですみたいな話をした時に、聖子ちゃんが「え、アイドル？」みたいなの言ってくれて、もうその時には一次審査通過してたんですけど、なんか言うのも違うかなって思って「あ、まあはい」みたいな言ったら、なんか「向いてるよ」って言われて、「絶対向いてる、頑張れ」みたいな言われて。で、なんか、あ、気づいてくれてるのかなって勘違いしてなんかルンルンになって帰ったんですけど、後から聞いたらなんかまさか東京ピンクだとは思ってなかったみたいな。それまではそのアイドル特に目指してなかったですか？なんか別にアイドルになりたいわけではなくて、聖子ちゃんの音楽を一緒にやりたい、聖子ちゃんの曲が好きだからそれを一緒にやりたいってずっと思ってました。なんかそののどかちゃんが受かったオーディションの時から入りたいと思ってたけど、なんか絶対無理だって思ってたから受けなくて、でも同い年ののどかちゃんが受かったから、次オーディション開催されたら絶対受けようって思ってて、でやっと
なんかちょうど進学受験とか進路決めるときにオーディション開催されて、別に親に受けるねとか言わずに書類送って一次審査通って1週間後に二次審査東京行かないといけなくなっちゃって、だからその時に言ったんですけど、なんか大丈夫なのみたいなには言われたけど、割とすぐなんか音楽とかもめっちゃハマってくれて応援してくれました。結構乗り気で。慣れました？どうですか？ゾックにですか？慣れたと思います。なんかメンバーもめっちゃ喋りかけてくれるてかご飯とか誘ってくれたりするし、めっちゃ優しくて楽しいです。めちゃくちゃ。でもやっぱ聖子ちゃんはなんか本当に最初ゾック入ったばっかの時とかはもう10回ぐらい深呼吸しないと喋りかけれなかったんですよ。緊張しちゃって。もう大好きだから。でも最近は4回ぐらいで喋りかけれるようになって、なんか成長したなって思いました。馴染めてきたのかなって。海で遊んだりしてました？いや、しないです。しないです。みんなで海行きたいねみたいのは常に話してたけど、行ってないみたいな。なんか近いから逆に行かない。あ、でも夏はみんなで海でバーベキューして飛び込んだりしました、うん、海地震の時はどこいたんですか？私は普通に東京に、あのマロちゃんの年越しライブ行って見に行ってて、家族もそのおばあちゃんの家に帰ってきてて、だから地震には会ってないらしいんですけど、めちゃくちゃ揺れたと、なんかもう友達がもう終わったって思ったみたいな、人生で一番危険を感じたみたいな感じで言ってました。でも初めて地震起きてから来たけど、結構なんかびっくりしました。予想以上に家が斜めだったり、仲いい友達が富山県の中でも揺れた方の場所に住んでたので、ニュースとかでも知ってる家が流れてきたり、もう私の学校の体育館がぐちゃぐちゃになっちゃったのかな。それで卒業式が体育館でできるかわかんないみたいに言ってました。まだ全然やっぱ治ってない。なんかギリ間に合うかもしれないけど、体育とかも体育館でやってたんですけど、なんかピロティみたいなところでやったりとか、学校とかも大変だったらしいです。中学校の時とかってどんな感じだったんですか？どんな感じ。でも中2で、中2の時に聖子ちゃんの音楽に出会ったんですけど、もうどん底でした。なんか抜け殻みたいな状態で学校毎日行ってました。どん底。どん底。そんな何にも熱中することもなく、人間関係とかうまくいかなくて、ですね。その頃はでも富山自体には馴染んではいたんですか？馴染んではいました、全然。でもなんかやっぱ全然横浜の時は全然元気だったから、すごいなんか富山最悪みたいなイメージついちゃって、結構来るだけでわーってなります。いい思い出ない？ないです。
ね、なんかあるんだろうけど、うん、嫌な思い出が記憶がでかいから。あ、綺麗なのに東京より汚れて見えますなんか無理すぎるからこそ富山にいるゾックのファンの人がめっちゃ好きですこんなとこになんか応援してくれる人がいるのが嬉しい、希望ですでも高校とか友達たくさんいるんですよね、中高別に、うん、たくさんかわかんない、誰が友達かわかんないででも遊んでくれた人はいっぱいいました。横浜の方がじゃあどっちかっていうと地元だなとかふるさと的なニュアンス、そう、地元って思いたいっていうか、え、でも横浜にいた時間の方が長かったです。そっか、うん、12歳ぐらい、11歳とかまで。そうです、大戦だけど、うん、こう帰ってきたぞっていう感じ、うん、っていうとまたちょっと違うんですか。あ、でもなんかいい思い出があんまりないからこそ、うん、明日絶対いいライブにして、うん、富山で最高の思い出を作りたいみたいな気持ちがめっちゃあって、うん、なんかリベンジみたいな気持ちです。楽しみです、すごい。友達とかは来てくれるみたいな。あ、来てくれます。結構なんかみんなゾック私が入ってからいろんな曲聴いてくれたりして楽しんでくれるんじゃないかなって。なんか瀬戸里もあのデビューのライブと同じ瀬戸里、前半私の凱旋のライブが同じで、私なんか最初に聖子ちゃんの曲で聴いた、出会った曲が死神って曲なんですけど、それも入れてくれて聖子ちゃんと2人で歌うんですよ。やばいです楽しみ。明日来てくれると思うんです。その卒業式してくれたみたいな、うん、なんか私が学校最後の日、転校前最後の日にみんなでカラオケ行こうみたいな話になって、普通にカラオケ行ってたらなんかサプライズで卒業式みたいなのしてくれて、なんか卒業証書とかも作って、なんかそのグループなんかよくわかんないけど、私たち入学した時にサーセンみたいなのが流行っててなんか中町彩さんの謎にグループ名がサーセンなんですけど、卒業式してサーセン一同みたいな卒業証書とか作って、そう、なんかビデオメッセージみたいのを作ってくれて、そのそれぶりです、みんなと会うのは今日。学校は校則とか厳しかったんですか。超厳しいです。でも超厳しいけど、あの守れない人たちばっかだから、もう諦められちゃってる。でもさすがにこんな髪色はいない活動してみてイメージしてたものと現実と今どういう感じなんですか。歌って踊ってるだけに見られてる、見えちゃってるんじゃないかなってライブ中に不安になって、なんかもう泣いちゃったりとかあって、そういうのはすごい覚えてます。なんか届けるみたいなことがこんな難しいって思ってなかったから、悔しいなあってなったのはすごい覚えてます。埼玉のツアーで行った時、普通に練習不足っていうのもあったと思うし、一部がなんかもう泣いちゃったりしちゃったから、で2部はモロちゃん凱旋だったから切り替えようって思ってめっちゃ笑顔でしたでもめっちゃ楽しかったです。でもみん
めっちゃ優しくしてくれるからメンバーもだし、あの同期のチンホーザとかマインズのとかもみんな仲良くて、うん、すごいやりやすいっていうかずっと楽しいです、うん、一人完成されてるゾップのとこにポンって入ったわけじゃないですか、うん、どういう感じで練習とかしてたんですか最初。最初はカレンちゃんが2人でスタジオ入ってくれて、でいろんな曲を教えてくれたりして、私も送られてきた振り V とか見ながら家でも練習したりとかして、でもなんかずっと見てたから YouTube とかで、なんか割とすんなり覚えれたりもしましたでも覚えれない曲は一生覚えれなくて、見て覚えるのがすごい動画で見て覚えるのがすごい苦手だから、教えられないってもらわないと全然覚えれないから、なんか分かんないとこはリコちゃんに LINE したりとかカレンちゃんにスタジオ入ってもらったり、のどかちゃんとかにも教えてもらったりとか、めっちゃ助けてもらってます。のどかさんとは仲良くなりました？仲良くなったと思います最初あののどかさんこう入るメンバー同い年が一番、そう同い年がなんか一番自分的にどうしようってなります。なんかもうそれ見た時年齢変えて入ろうかなって思ったけど、全然超仲良くしてくれるし、そのお仕事の後とかもご飯行こうみたいなめっちゃ言ってくれて、いろんなここ美味しいんだよみたいなお店連れてってくれたりするから楽しいですね。優しい。今ゾップになってから3、4ヶ月の中でなんか印象に残ってることとかあったりします？レコーディング初めてして、あの音源初めて聞いた時はめっちゃ感動しました。自分の声が聞こえるみたいなゾックのメンバーと一緒に声が聞こえるみたいな。 MV はなんか個人一人の撮影がめっちゃあったんですけど、水に溺れたりなんか楽しかったです。制服でプール入ってみたかったんですよ、海とか。だから楽しかった。あ、なんかあとは覚えてる記憶に残ってるのは、カレンちゃんと私が同じタイミング、もうほぼ同じ日に声帯炎になっちゃって声が出なくなっちゃったんですよ。熊本公演だったかな。でカレンちゃんとかも凱旋のライブだったから、もうどうしようみたいになっちゃってたけど、声出る組が大丈夫大丈夫全然ここ歌うからみたいなやってて、なんて素敵なグループなんだって思いました。なんかすごいみんな支え合ってる感じがすごいして。そうですね、今西井さん休んじゃってるから、なんかにっちゃんのパートを歌わせてもらう出る曲が多いんですけど、うん、なんかにっちゃんの代わりになんかは全然絶対なれないし、代わりにとはなろうとも思わないけど、なんて言うんだろう、でも私もにっちゃんの歌声とか、にっちゃんが歌うからこそすごい響くみたいな歌詞がすごいいっぱいあるから、なんかもっとちゃんと大事に歌わないとみたいな気持ちがめっちゃあって、なんかそれでライブ後の特典会とかでもにっちゃんのファンの方がなんかここあいちゃおちゃんが歌ってくれて本当に良かったよみたいな、なんかにっちゃんいなくてにっちゃん会えなくて悲しかったけど、あいちゃおちゃんがここ
大切に歌ってくれてるから、なんかライブ来てよかったって思えたみたいな言ってくれる人とかもいて、すごい嬉しいです。そういうのもう早く7人でまたやりたいです。もう学校終わって高岡駅から歩いてきて、セブン寄ってお菓子爆買いして、招き猫行ってみんな超食べるんですよ、うんうんうん、超食べてます今日が最後ねみたいな、今日明日からダイエットみたいなのを毎日永遠と続けてますよ。やばいヤッホーうっそーいうっそーヤッホーうっそーうっそー髪上がる髪上がる、うるさいよめっちゃ超うるさいヤッホー久しぶり、ギャルギャルやギャル友達です。おかえり富山に、ね、富山におかえり、うそ富山弁で話して標準語映るんけ、東京行ったら標準語、いや元から標準語元から元映ったんや逆ここで卒業式をしたんですか。そう、この部屋かしいみんなが企画をしたんですか。そうです、そうです。卒業証も作ってます。そう、卒業証書ね、あ、お土産買ってきた。東京のマスオやった、ありがとう。今食べていいのこれ、食べていいの、いいよ、やった、ありがとうございます。いただきます、いただきます。あとやっちゃうよ、ありがとう。せーの、うーたけぱい。アイドルになるって聞いた時とかどういう風に思いました？マジ友達がアイドルとかマジびっくりした。可愛い。そう、アイドル。え、でもなると思っとった。あ、そう、ずっと高校中ずっとしか聞いてない。聞いてなかった。カラオケでも。ずっとしか高い声出た。食べながらやってよ。声でけえ。オーディション発表される前に、なんかずっと話しちゃった、なんかあゆみが、うん、ゾックなオーディションとかあればいいねみたいな、うん、なんかやりたいなとか言って、そのなんかオーディションやる、あるらしいって言ってきて、やれよって始まって、なんか受かったね。進学進学進学、就職、進学、就職、え、進学する、うん、いいよ、別にペットの、高校からその東京の方行く人とかって何人ぐらいですか。もうら、誰も一人ぐらい、一人くらい、仲良い人やったら一人くらい、じゃあかなり珍しい、うん、珍しい、うん、いやでもみんな結構行くと思ってた、うん、いつかいつかいつか、うん、なんか2年後、みんな2年後2年後これ3、4年後、うん、すぐ転職する、うん、お金貯めてアイドルソングなんかオーディションの動画見て、カッティングエッジとか怪獣ギガをみんな学校で踊ってる動画が頻繁に送られてきたり、カラオケね、カラオケとか学校も踊ったの、うん、登下校も送る、登下校やばい、そんなでもちょっとなんかあれば送る、みんな口開いたらさ、アイドルソングかなって、そうそれね、あとファミリーネーム、ファミリーネーム、けどあゆみに手違う、手違う、そう、そんな解説動画送る、ダメだ。高校の時はあゆみさんはどういう感じだったんですか。声でかい、うるさい、じゃあオンオフ激しい、ほぼオフ限界突破 JK って、寝る体勢決まっとる、そう、寝る体勢違う違う違う、こうやってこれ
受験をちょうどしてる。多分もう合格結合みたいな、うん、決まってると思います。あと卒業を待つみたいな。あ、なんかもう進路とかもほぼみんな決まってて、今遊んでる時期。卒業式ぶりです、みんな。しかも卒業式もこの同じ部屋でやってたんで、うんうん、久しぶり。アイドルさんもみんなすごかったですね。なんか卒業式の時より上達しててびっくりしました。卒業式もみんなアイドルソング歌ってた。歌いました。なんか校歌みたいな感じで入れられて、うんうん、お願いしますみたいな歌わせられた。明日頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってください。おはようございます。おはようございます。凱旋ですね。凱旋です。どうですか、富山の空気は。なんかあんま良くないですね。今日もあのなんか4人ぐらい来てくれるから、うん、みんなカレンちゃん推しとかののかちゃん推しとか、うんうん、私がゾックに入ってからゾック見てくれて推しが決まったらしくて、うんうん、それを楽しみにしてます。じゃあ凱旋頑張ってください。ありがとうございます。私にやりましょう。はい、はい、この世界何億人感じを削れると、はい、硬い感じのゴリって言ってるところを、めっちゃ落ちた。
なんか取られてる、ずっと。なんか取られてる、なんか取られてる。見ない。見ないでやすか。外線見つめる。それじゃないって。私たち見つめる。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。はい、お願いします。地元ということで、あみちゃんの凱旋スペシャルセットリストでお送りしております。おかえり、ただいま。ただいまちゃお。おかえりちゃお。ありがとうございます。アイドル楽しい。楽しい。後悔してない。してない。
き集めて大きな鏡を作ること君が作った美しい世界を見せたげる。連れてきてくれた富山の凱旋、やっぱりそうですね、いいことも悪いこともいろんなことやっぱり生きてたらあると思うんですけれども、私たちの存在でなるべく柔らかい柔らかい気持ちに、柔らかい光のある方へ皆さんのことを連れてきたいなというふうに思っておりますので、富山にまた来てぜひ私も歌って届けたいなって思ったんで、また絶対戻っていきたいと思っております。愛美のことをこれから精一杯応援したいなって、皆さんといる空間でライブすることができてすごく幸せでした。ありがとうございました。愛染でした。今日は富山公演一番延長凱旋来てくださって本当にありがとうございます。オーディション前の動画見たので、同い年はちょっとどうしようみたいなことを話してたと思うんですよ。で実際愛ちゃんが同い年で、誕生日も4日違いぐらいで入ってくることになって、あ、同い年だと思ったけど、なんか今こうやって一緒に活動してみて、こんなになんか仲良くなれたし、なんか逆に同い年で良かったなってこうやって思えたのは、愛ちゃんの なんていうの、愛ちゃんの人柄じゃないけど、そういうのだと思うから、すごい愛ちゃんには感謝してるし、富山ついてきてくれてありがとうって気持ちでいっぱいです。初めての富山公演すごい楽しかったし、またパワーアップしていきたいなと思うので、よろしくお願いします。一番ありがとうございました。本日ありがとうございます。私も結構観光地出身なんですけど、愛媛県松山市っていう道後温泉が有名な、観光地は観光地で、まあ、来たらいいとこだけど、そこなりのなんかフラストレーションがたまったりとか、いろんなことがあるわけじゃないですか。多分そういうのもいろいろなんか決意して東京に来る準備を過ごしてくれたんだろうなって思うと、なんか富山にいろいろな思い出があると思うんですけど、なんかそれ全部なんか、あ、なんかいいなみたいな、良くないこともいいことも結果いいなみたいな、なんか気持ちになれて、結果やっぱ富山いいないいとこだなって思って、こうしてまた来られてとっても幸せでした。ありがとうございました。大森聖子でした。まろっちゃん、はい、今日はありがとうございます。やっぱ入ったばっかですごい覚えることもいっぱいあると思うし、なんか本当はね、内心はパニック状態かもだけど、ステージで目が合うと絶対愛情は笑ってて、その笑顔にこっちもニコってなんか頑張ろうって思えるので、不思議な
なんかすごいパワーを持った子が入ってくれたなっていう思いもありますし、私は本当に人生初めての仕事で地方に来るっていうのが本当まだ愛鳥が生まれてないんじゃないかな。9歳とか10歳の時に富山県に来たのが初めての仕事での遠征だったんで、富山県に来るたびにその初心の気持ちをね思い出すので、初心者と初心の気持ちが同じぐらいの今日ピュアな気持ちでできたかなと思います。で今後も一緒によろしくお願いします。今日ありがとうございました。ピコちゃん、はい、あゆみが入ってからその富山で どういうことがあったかとか、なんかいろいろ面白い話をすごいいっぱい話してくれてて、なんかいろんな思いがある土地なんだなってあドキドキと思って来たんですけど、あゆみのねなんか後輩さんちゃんとかママがさっきこうやって来てくれてお菓子とか差し入れしてくれて、あーとか言って写真撮ってる声を聞いて、なんかなんかあちゃんと仲良しないと思って、あよかったと思って、あのなんかあの呪いべったりの話だけじゃない街でたんだなと思って、あそんな場所に来れてよかったなって思ってたんだよね実はさっきそうだから、でもなんかいいなって思いました。ゾックに入ってくれてありがとうありがとう、これからもよろしく。本日は富山公園一部愛鳥会社に来てくださって本当にありがとうございます。私はなんかインタビューとかでも言っちゃったんですけど、富山県小学5年生から族になるまで富山県に住んでて、ですごいなんか嫌いなんですよ富山県がでもなんかいい思い出作りたいなって思って、なんかメンバーと聖子ちゃんとかメンバーとかここにいるみんなが素敵な富山を作ってくれて本当に幸せです。なんかまだ全然できないことばっかなんですけど、これからももっと頑張るのでぜひ応援してほしいです。今日はありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか。記憶がないです。でも楽しかったです。なんか素敵な富山でした。いい思い出になりました。なりました。楽しかった。みんな遠くからとかも来てくれて、うん、嬉しいです。友達もたくさん来て、友達もね、自分お疲れ様でした。今正直1500円なんで、そう楽しんでくれたな。ちゃんとジャンプしたよ。泣きそうだったんですよ。泣きそうだったんですよ。泣きそうだったんですよ。前を見えた。前を見えた。めっちゃなんか、うちだもん。結構これとった。結構もう感動した。マジでなんかあのファミリーネームとかも超やっぱ幸せやった。思い出せるちゃんと。思い出あるって言えよ。思い出あるって言えよ。いや、ね、ちょっと私に取りたえ、取ろうえ、じゃあ、なんか、なんかあ、こうまあまあ、なんでもいいよ、みちゃんみこちゃん、みこちゃんいや、もうちょっと、こうやってね、続けよう、せーの、せーのちゃんと緊張してるねえ、いいよありがとうありがとう、せーの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 
19ですって感じ。19でした。超楽しそう。でとりあえず2分頑張って。はい、ありがとうございます。チャンはエミです。今日は冬の布団ツアー富山公演の愛鳥返しの密着動画を見てもらいました。このツアーでなんかいろんな県とかに行ったんですけど、やっぱ自分の過ごしてきたところでのライブはやっぱ思い入れが違ったし、なんかすごいいい思い出になったなって思います。このツアーのファイナルが2月25日にあるゼップ新宿であるので絶対来てほしいです。なんか私のデビューした東京ピンクフェス以来の7人での公演になるので、にっちゃんも出れるということで絶対いいライブにするので来てほしいです。絶対ゼップ新宿で会いましょう。ありがとうございました。